ジャン・オリビエは、第二次世界大戦期のナチス・ドイツ武装新兵隊、フランス人義勇兵。独ソ戦の最終局面である1945年4月末、シャルル・マー・ニュシダンの生存者の中で、戦闘継続を希望した約300名の将兵の一人となり、フランス SS 突撃大隊第4中隊長として、ベルリン市外戦に参加。4月29日、戦闘中に、 赤軍の砲撃で崩壊した建物の瓦礫によって顔面と両足を骨折する重傷を負った。最終階級は SS 義郵総長。1945年4月末のベルリン市外前に至るまでのフランス SS 突撃大隊第4中隊長ジャンオリビエ SS 義郵総長の経歴はほとんど明らかにされていない。1945年4月24日の明け方。 ソビエト赤軍の法以下にある第三帝国首都ベルリンから連絡を受けたフランス SS 部隊最高査察官権シャルル・マーニュ師団長グスタフ・クルケンベルク SS 少将の命令を受けた第 57SS 大隊長アンリ・フネ SS 義勇隊員は中隊長を召集しそれぞれの部下にベルリンへ出発するか後方に残るかを選ばせるよう伝えたこの時 シャルル・マーニュ・シダンノが、それぞれの部下に、どのような指示を下したかは判明しているが、第 57SS 大隊第4中隊長、ジャン・オリビエ SS 義勇総長が、部下に、どのような指示を下したかは不明。1945年4月24日午前5時30分、グスタフ・クルケンベルク SS 少将とアンリ・フネ、SS 義勇隊員が率いる、フランス SS 突撃大隊は、 ベルリン北方のカルピンを出発した。大隊は道中において赤軍部隊との遭遇を避けるために遠回りをしたり、渡ろうとした橋が国民突撃隊によって誤爆されたりするなどして時間を取られ、同日午後10時頃にようやくベルリン市内のベルリンオリンピアスタディオン近隣の国立競技場へ到着した。休養を取った後、ベルリン市内で新たに車両を与えられた。 フランス SS 突撃大隊は移動を再開し、4月25日午後にはノイケルンクに到着した。ここで各中隊はその日の宿泊場所を確保した後、それぞれの担当区域へ石膏班を出発させた。第4中隊の石膏班は、ポール・ソバージョブ総合長の第3小隊を中隊長、オリビエ自身が指揮し、ハーゼンハイで公演を横切って、 テンペル方フ空港方面へ移動した。遠方から聞こえる戦闘騒音が少しずつ近づいてくる中、石膏班はベンチに腰掛けている、年老いたベルリン市民を発見したが、彼はすでに亡くなっていた。心筋梗塞で死亡したと応募式。この老人が持っていたいくつかの配給食料は慢性的な食料を不足に悩んでいた何名かのフランス人義勇兵たちの上を和らげることに役立った。 その後、敵兵との突発的な戦闘や、その他の問題が生じることもなく、第四中隊の石膏班はその日の宿泊場所まで帰還した。1945年4月26日早朝、フランス SS 突撃大隊は、ノイケルン区役所とその周辺に布陣し、第 11SS 義勇総攻敵団兵士団、ノルトラントの戦車部隊の支援を伴った反撃を開始した。 ベルリン市外戦のノイケルンの戦いにおける、フランス SS 突撃大隊第4中隊の編成は、次の通り。フランス SS 突撃大隊第4中隊中隊長、ジャンオリビエ SS 義勇総長ジャンオリビエ SS 義勇総長の第4中隊は、フランス SS 突撃大隊の予備兵力として、待機していたにもかかわらず、ノイケルンの戦いが開始されてから間もなく、激戦に巻き込まれた。 ソビエト赤軍の対戦車砲、もしくは赤軍が露革して使用していた、ノルトラント師団の戦車からの砲撃を受けた第四中隊は、隊員十五名もしくは十七名が、血まみれの死体となって路上に転がり、中隊の多くの者が負傷した。負傷者の中には、第一小隊長フィーゼルブランブ総合長も、含まれており、彼は右足を著しく損傷していたため、救急車を待っている間に、 戦友たちは、ナイフ一本でフィーゼルブランの足を切断した。そして、中隊長オリビエは、胸部と右手に、砲弾の破片が突き刺さって負傷したため、副艦、セルジュ・プロトポポフ武装連隊付士官候補生に、中隊の指揮を委ねた後、他の重傷者3名と共に、救急車で構想された。ノイケルンの戦いが開始されてから数時間も経たない、うちに、 第四中隊は3分の1以上の兵力を失った。ベルリン市内に多数設置されている救護所の一つへ搬送されたフランス SS 突撃大隊第4中隊長ジャン・オリビエは一刻も早く自分の中隊へ戻ることを望んでいた。医師によって胸部と右手から砲弾の破片が摘出され、砲隊が巻かれると同時にオリビエは救護所を立ち去った。救護所から出た後、 現在地が T 上がる点であることを確認したオリビエは、ノイケルンのフランス SS 突撃大隊へ戻る助けになることを期待しつつ、近くにいた武装新兵隊の砲兵部隊に事情を説明した。そして予期せぬことに、砲兵部隊の指揮所で、オリビエが対面した人物は、オリビエの旧地ヘラー SS 隊員であった。標、mm、砲しかし、ヘラー s 隊員はオリビエに、 救いの手を差し伸べるどころか、オリビエを二門の 150mm 不評砲からなる、方兵部隊の指揮官に据えた。オリビエが指揮を取るよう命じられた、この方兵部隊は次の特徴を持っていた。オリビエの方兵部隊は直ちに戦闘へ投入された。近隣の重要な交差点を確保するため、二門の不評砲は、交差点から 500m ほど離れた場所の道に、布陣した。 それからわずか15分後に、最初のソビエト赤軍戦車が出現したが、不評法はこの戦車を即座に撃破し、若いドイツ兵たちは喜び上がった。オリビエの砲兵部隊は続いて出現した8両の赤軍戦車も次々と撃破していったが、同時にそれは、不評法の位置を敵に知らしめることとなった。そして、周囲一帯に降り注いだ、スターリンのオルガンのロケット弾によって、 不評法一門が撃破され、操作要員が戦死し、砲弾運搬車のシトロエンは吹き飛ばされてしまった。それでもなお、オリビエは残った二門目の不評法の位置を変更しつつ、さらに三両の敵戦車を撃破した。しかし、残弾がなくなったことと周囲の地面が穴だらけになったことによって、不評法はこれ以上の攻撃と移動が不可能となった。最後の不評法が使い物にならなくなった後、 オリビエは生存者数名を集めて、ヘラー SS 隊員の指揮所まで交代した。ヘラー SS 隊員はオリビエが現体に戻れるようにすると約束したが、この時点ではまだオリビエを手放そうとせず、次は総統艦艇の周辺へ、石膏に向かうようオリビエに命令した。4月26日朝から繰り広げられたノイケルンの戦いによって、 フランス SS 突撃大隊第4中隊の兵力は4月26日夜の時点で約20名に減少していた。1945年4月27日、前日のノイケルンの戦いで奮戦したフランス SS 突撃大隊はノルトラント師団長グスタフ・クルケンベルク SS 少将から1日の休養を与えられた。同日の午後、大隊副官。 ハンスヨアヒムフォン・バレンドーと SS 中尉に引きられた。大体は、オペラハウスからトーマス・ケラー醸造所、ついで、ベルリン地下鉄市中央駅に移動した。その途中、総統官邸からさほど離れていない場所でフォン・バレンドーと SS 中尉は、激しい砲爆撃にさらされたため、近くの建物内に駆け込んだ。この時、ヘラー・ SS 単位のグループに同行していた。 ジャン・オリビエ SS 義勇総長は30名ほどのドイツ人 SS 兵士、スカンディナビア人義勇兵と共に建物のコインランドリー内で休憩していた。そして部屋の中に入ってきたドイツ人将校の姿を見たオリビエはその将校の元へ駆け寄った。オリビエの話を聞いたフォン・バレンローと SS 中尉はヘラー SS 隊を説得し、ようやく ヘラー SS 隊員はオリビエを彼の原体へ戻すことに同意した。ヘラー SS 隊員から二級鉄十字章を授与されたオリビエは近くの劇場の機械室で休養中の第4中隊と再会したが、中隊の生存者が20名以下に減少している現実を目の当たりにして愕然とした。その間にも劇場周辺の上空を2機のソビエト赤軍、観測機が旋回していたため、 オリビエは2丁の MG42 機関銃を対空機銃として設置した。やがて、建物の屋上に等しい高度で観測機が再び出現したとき、第4中隊長代行、セルジュ・プロトポポフ武装連隊付け士官候補生は、機関銃手の一人とすぐさま交代して狙いを定め、低速で飛来した観測機のうち一機を撃墜した。 1945年4月28日のジャン・オリビエの行動は不明。1945年4月29日の明け方、ベルリン市街の建物にジンドルフランス SS 突撃大隊の元へ再びソビエト赤軍戦車が来襲した。武装親衛隊フランス人義勇兵たちは絶好の位置からパンツァーファウストを発射し、敵戦車部隊の第一波を撃退した。やがて、 フランス人義勇兵の頑強な抵抗に号を煮やした。赤軍は、建物という建物を、パンツァーファウストの射程距離外から砲撃することによって、対抗した。大体式書が置かれた部屋は、呼吸困難及び50センチメートル先しか見えなく、なるほど、大量の粉塵が立ち込め、また、崩れた壁の破片によって何名かが負傷した。壁に開けられた穴からは、赤軍戦車の河川が見え、 赤軍不評は、狙撃兵の援護下で、大隊本部の側面に侵入していた。フランス SS 突撃大隊は、相当官邸を目指す赤軍の進出を、少しでも遅らせんとしたが、建物が全壊して、生き埋めにされる前に、彼らは、プットカマー通りに後退し、新たな防衛線を構築した。第四中隊長、ジャン・オリビエ SS 義勇総長は道路を挟んで、 向かい側の建物を確保することを決意し、ガストンクーロン SS 義勇上等兵を含む第四中隊の兵6名前後と共に道路を横切ろうとした。しかし彼らは敵の猛砲火にさらされ、オリビエとクーロンは崩壊した建物の瓦礫の下敷きになってしまった。オリビエは何とかして瓦礫の外に少し這い出たが、自分たちを救出しようとする兵に対し、 迂闊に近づくなと警告した。使用準備済みのパンツァーファウストと手榴弾を装備していたオリビエトクーロンは間違った動作一つで爆発する人間爆弾と化していた。それでもなお爆発を心配しつつも救出部隊は周囲の瓦礫を慎重に一つ一つ撤去し最終的にオリビエトクーロンの救出に成功した。しかし瓦礫によってオリビエは 花と両膝を骨折し、クーロンは両足を押し潰されていたため、2名は近くの病院の地下室にある救護所へ搬送された。オリビエの手術は、ドイツ国防軍所属のイギリス人医師によって行われ、彼はオリビエのために全力を尽くした。しかし、重傷を負ったオリビエが再び中隊長として、フランス SS 突撃大隊第4中隊に復帰することはなく、 オリビエにとっての戦争は終わった。ジャン・オリビエは大戦を生き延びたが、戦後の1947年3月6日、リヨン軍事裁判所は欠席裁判で、オリビエに死刑判決を下した。その後のオリビエに関する情報は、ベルリン市街線における武装親衛隊フランス人義勇兵部隊を主題とした、ジーン・マビレの著書、マリア・アベルリンに証言を寄せていること以外は、 明らかにされていない。武装親衛隊出展出展、出展出展。ありがとうございます。